続きまして中学生男子の部いきます。中学生男子優勝が伊藤寺龍斗さん、おめでとうございます。そして2位が根時春さん、おめでとうございます。そして3位が西澤陸さん、はい、おめでとうございます。はい、それではよろしくお願いします。ありがとうございます。よいしょ。はい、おめでとうございます。